どうも皆さん、ドクター歯科衛生士 A2E のあかねです。本日も毎日配信頑張っていきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 A2E では就職活動のサポートも行ってますので、詳細は概要欄をチェックして、ぜひ A2E と一緒に就職を成功させましょう。ということで本日の本題に行きます。はい、本日はですね、午前の22番の問題にフォーカス当てていきます。これはですね、栄養の範囲ないしは科学の範囲としてですね、出題されているようなところでございます。で、科学ですから大半の人がですね、もう嫌い、これはもうカット、スキップと、勉強しないという方が多いんじゃないでしょうか。ただ今日のこの動画を見てもらえばですね、ざっくりどこを覚えればいいのか、ポイントだけですね、掴んでもらえれば嬉しいなと思ってですね、気合い入れて説明していきますので、ぜひこちらもですね、顔なじみというか、ある程度ポイントだけはですね、押さえていけるように頑張りましょう。はい、ということで、動画止めて自分で回答を考えてもらったかと思いますので、早速ポイントかいつまんでいきますよ。ハイドロキシアッパタイトが酸によって溶解する。で、そもそもですね、エナメル質って言ってくれてるからわかるんですけど、ハイドロキシアッパタイトって一体何っていうところからですよね。ここに書いてありますけど、 HA イコールハイドロキシアッパタイトとあります。ハイドロキシアッパタイト HA、 これ一体何でしょうか。ざっくりざっくり言ってしまうと、すなわちこれは歯ってことですよね。HA、 歯、ハイドロキシアッパタイトの歯なんですけど、ハイドロキシアパタイトの HA なんですけど、すなわちそれは歯ですよ、歯。ティースでございます。トゥースでございます。エナメル質というのは、そのエナメル質自身の 95% が、このハイドロキシアパタイトからできているというのが、まずスタートになります。歯イコール、ハイドロキシアパタイトであると言っても過言ではないわけなんですね。で、問題文を見ますと、ハイドロキシアパタイトが酸によって溶解する。すなわちこれはどういう意味かというと、簡単に言うと脱解ですよね。歯が脱解している時というのは、化学式的にはこういうことが起きてますよということが、この化学式の意味なんですよね。で、今回これもう回答そのまま言っちゃいます。回答から覚える方向を進めていきます。すなわちこれは選択肢見ますと、 F-H+Cl-Na+ とあります。で、そのそれぞれですね、化学式が一体これ何かっていうのは変換できるようにはなりたいです。はい、これ F- フッ素ですね。飛ばして Cl- っていうの塩素、 Na+ はナトリウム。誰もが高校生の時に必ず水平リーベイ僕の船っていうので覚えたんじゃないでしょうか。その懐かしいところなんですけれども、で、今回はこの酸によって溶解するっていうことで、ハイドロキシアパタイトが1とくっつくと、それは Ca2+、カルシウムイオンと HPO42-、リン酸イオンですね、カルシウムイオンとリン酸イオンに分かれちゃう、分解しちゃうよっていうイメージなわけです。脱解の様子ですから。で、歯が脱解するときには何が必要かというと、歯は酸によって脱解するわけですから、簡単ですね。選択肢の中で酸を選べばいいんです。で、今私言ったように、フッ素、H+は最初分かんなかったとしても、フッ素、塩素、ナトリウムなので、酸素はもう B かなってなってください。ってことで、これ B。選択肢 B のですね、H+、これがまさしく酸です。H+ イコール酸。これをもうこの問題から必ず覚えます。次出てきた時、模擬試験なんかに出てきた時には、H+、これは酸だと。必ずそれは覚えておいてくださいね。H+ イコール酸ですよ。この問題、ここで終わりではなくてですね、ここから広げていきます。どう広げるかというと、はい、酸ときますと、覚えたい、確認したいのは pH ですよね。私たちが患者さんに虫歯予防、無色にならないためには、どうすればいいのかという説明するとき、必ず pH の説明は避けては通れませんよね。お口の中が酸性状態なのか、中性状態を保てているのか、これで右食になるかならないか変わってきますよね。歯が溶けやすい環境なのかどうか決まってきますよね。 pH という言葉を説明してくださいと言われたら、pH って、酸性か中性か決めるときの指標だよねっていうので皆さん回答できるかと思うんですが、もっと細かくですね、 pH って何で決まってんのかっていうのを説明できるようになりたいっていうことですね。 pH って何で決まるかと言いますと、これはですね、水溶液中に、とある液体の中にこの H+3 ですよね、酸がどれくらい含まれているか、これを表しているのが pH なんですね。繰り返しますけど、液体の中に H+ 濃度がどれくらい入ってるかで、 H+ 濃度が高い時に、すなわちそれは酸性なのか中性なのか、どちらだと思いますかっていうとですね、やはり酸が多い方が、酸性でしょうということですよね。酸が多い方が酸性でしょう。ですよね。酸が多いから
酸性に傾くわけですよ。酸が少ない、酸がなければ、そりゃ酸性に傾かないでしょっていうのはわかりますよね。で、ここで確認です。はい。H プラス濃度が高いイコールそれは酸性ということですけれども、はい。この記号の中、どういう記号が入るでしょうか。すなわち、pH は7という値に対して高いでしょうか、低いでしょうかということですけれども、酸性はイコール7より低いですよね。つまり6とか5とか4とか、すごい酸強いねっていうと pH が2とか3になりますよね。7より小さい値の時、すなわちそれは酸性なんですけど、それはすなわち水溶液、溶液の中に H プラスの濃度が高い時ということを意味します。ですので、ここに入ってくる記号っていうのは、まあ大なりっていうことになりますね。7の方が pH よりも値が高いよということを表す必要があります。意外とですね、この H プラス濃度が高いっていうと、なんか高いから7より高い、7より数字が大きいみたいに変換しちゃうと、それは間違いなので気をつけてください。意味が分かってれば問題ないと思うんですけれども、勘違いに注意です。就職活動始めてますか？ A2E チルドレンになれば A2E からサポート受けられます。はい、では次に行きまして、この関連でですね、まあ、すなわち H プラスの濃度が高いのか、低いのか、それとも7と同じなのかっていうのを表すときにですね、ちょっと小難しく書きますと、こんな風に表記されます。3つ表記方法がありまして、この M というのはですね、モル濃度ということで、まあ、単位を意味しています。まあ、これをそんなに覚える必要はないんですけれども、まあ、1.0×10⁷ モルより pH プラス濃度が高いよっていうことを意味するのが一番上。で、真ん中が、これ同等ですよ。1.0×10⁷ と、同じですよっていうのが真ん中。で、一番下がですね、1.0×10⁻⁷ の方が濃度高いよ。H プラス濃度はそれよりも濃度が低いよっていうのを表しているのが一番下ということなんですけど、さあ、それぞれですね、どれが酸性、どれが中性、どれがアルカリ性とマッチングしてみてください。はい、いきます。まず、まあ、1.0×10⁻⁷より多い。つまり H プラス濃度はたくさんあるよと、濃度高いよということになりますので、これが酸性ということになります。すなわちそれは pH は7より低いということになりますので、なんだかこのですね、1.0×10⁷ よりも H プラスの方が大きいとなると、あ、7よりも大きいっていうふうに、こうやって書いちゃうと間違いなので、これ気をつけてください。これは間違いですよ。これだと7より高い、pH が7より高いことになるので、アルカリ性を意味することになります。違うと。H プラス濃度、酸の濃度が高ければ、それすなわち酸性。酸性イコール pH は7よりも低い数字になりますので、間違えないようにしてください。一番上が分かればですね、あとは簡単ですよね。7と同等なので、これが中性、pH イコール7。で、最後がですね、アルカリ性、pH は7よりも大きい。はい、この数字ですね。pH は7よりも大きい。ということになりますので。必ずこれもですね、こんな風に、例えばもうこれが出た時に、これは酸性ですか中性ですかって出た時に、あ、わけわかんないと思わずに、あ、もう至ってシンプル、簡単なことと聞いてくれてますので、確実に回答できるようになりましょう。で、さらにこの酸アルカリの話のところ、もう少し突き詰めて確認していきます。はい、こちらにブランクがあります。このブランクを埋めてみましょう。酸は何々を放出する物質。アルカリは何々を放出する物質。さあ、それぞれ何を放出する物質であれば酸なのか、アルカリなのか、どうでしょうか。というと、酸というとさっきのですね、H プラスが酸なので、当然ながら酸は H プラスを放出する物質のことを酸と言います。一方でアルカリはですね、H プラスではなくて OH マイナスを放出する物質、これがアルカリということになります。で、これが分かればですね、はい、こちらが至って簡単に分かるんですね。それぞれ HCl とNaOH の化学式の変化を表しています。HCl というのは、まあ、環境に応じて H プラスと Cl マイナスという表記になる。まあ、こんな感じで分解するということですね。NaOH については OH マイナスと Na プラスに分解される。で、このそれぞれ HCl と NaOH なんですけど、HCl は塩酸。NaOH は水酸化ナトリウムのことを意味しています。塩酸と水酸化ナトリウムがそれぞれどっちが酸性でどっちがアルカリ性か、まあ、ないしは両方とも酸性なのか両方ともアルカリ性なのかってことを区別するときにですね、暗記していなくてもこの化学式の意味が分かれば、さっきのものを理解していれば回答できるんですね。ここに H プラスがあります。だ H プラスを放出する物質はすなわち酸なので、これは酸だと。つまり塩酸というのは酸ということが言えます。
一方で NaOH の方は OH を放出してますので、 OH を放出する物質というのはアルカリ性になりますので、はい、水酸化ナトリウムはアルカリということが言えるんですね。それぞれが酸なのかアルカリなのかっていうのを覚えてなくてもですね、化学式が表記されただけでですね、あ、な、H プラスを出してるのか、OH マイナスを出してるのか、どっちを出してるのかで酸なのかアルカリなのかが区別できるようになりますので、一つプラスアルファですね、力つけておきましょう。ではもう少し pH について詳しく見ていきましょう。はい、ここでですね、pH を保つこと、pH を中性に保ち続けるというのは、右食予防において非常に重要な状況ですよね。で、それをするために私たちの体には干渉作用というのを担ってくれる子たちがいますよね。干渉作用。で、この干渉作用というのはですね、ここで代表的に挙げるのは H2CO3。これ炭酸です。ぜひですね、H2CO3 という化学式が出てきたら、これが炭酸だというふうに答えられるようにしておきましょう。H2CO3 炭酸です。で、この炭酸というのは干渉作用においてなかなか大事な役割を担ってくれています。この炭酸は主に何の液体に対して干渉作用をしてくれてるのかというと、これ血液ですね。血液の pH を保つためにこの炭酸 H2CO3 というのが働いてくれています。ちなみに血液の pH、だいたいいくつぐらいでしょうか？というとこれだいたい 7.4 ぐらい。まあ中性ですね。中性です。7.4 を保ちます。だ血液の pH が 7.4 を保つためには、この H2CO3 炭酸が働いてくれているということです。チルドレンになってよかったトップ2。今のその就職先につなげてくださったことと、うん、その社会人としてのマナーだったりを学べたことです。じゃあこの炭酸がどんな動きをして、この干渉作用が成立しているのかというと、それがこれらのこの2つのですね、化学式の流れを見ていくと理解できます。はい、行きましょう。まず炭酸っていうのは何と何でできているかというと、CO2、二酸化炭素と水です。だからお家なんかで炭酸作れるっていう装置ありますよね。あれも通常の H2O である水を入れて、まあそこに二酸化炭素を水の中に入れて、水とこう結合させて炭酸を作っている。で、炭酸水が出来上がるわけですよね。だから大元は水なんですよね。水に二酸化炭素を入れて、まあ結合して出来上がったのが炭酸なので、まあそれはこういうことですよね。H2O 水に CO2 二酸化炭素がくっついて H2CO3 という炭酸が出来上がっていますよと。はい。炭酸はまずこうやってできているよということ。H2CO3 はどんな動きをするかというと、環境に応じてですね、はい、H プラスと HCO3-という、この2つのイオンに分かれます。まあこのそれぞれのイオンを生み出す、放出するという考え方でも OK です。で、H プラスというのはさっき言った酸ですよね。で、HCO3-って何でしたっけ？これ、重炭酸イオンと言います。で、こちらについてもう少し詳しく次のページで見ていきます。はい、まずクエスチョンですね。血液に酸 H プラスが入ってきました。侵入してきました。そうなった時に、この炭酸イオン、H2CO3 は右の動きをするでしょうか？左の動きをするでしょうか？どちらだと思いますか？想像してください。血液に H プラス酸が入りました。血液の中に酸がたくさんできた、H プラスがたくさんいるということは、すなわちそれは血液の中の H プラス濃度が上がるということです。H プラス濃度が高い状態になると、すなわちそれは酸性になるということですよね。酸性になってます。だから酸性の状態じゃなくて、元の pH 7.4、7.4 の状態にしたいわけです。でもそれが酸性に傾いてしまうと、元の状態保てないんですね。どうにか元の状態に戻ろうとするときに、H2CO3 というのは、この右側に行ってしまうと H プラスをさらに増やすことになりますので、さらに血液の pH を下げることになりますよね。血液の pH の酸度を高めることになってしまいますので、この時 H プラスを逆に消費する形がいいんです。ですので、血液に酸が侵入してきて血液が酸性の状態になった時、この H2CO3 というのは左の動きをします。これですね、左の動き。つまり H プラスを消費しないといけないってことになります。で、その時に使われるのが、この HCO3- という重炭酸イオンです。重炭酸イオン。重炭酸イオンは必ず一度は聞いたことがあるんじゃないかなと思います。これはですね、まさしく干渉作用になっている非常に重要なイオンですよね。で、おそらく皆さんは、唾液の干渉能を誰が担ってますか？重炭酸イオンというのを、まあ、予防処置の内容だったりとか、右食系のところで必ず一度勉強していると思うんですよね。だ重炭酸イオンがどうして干渉作用してくれるかっていうと、H プラスとくっついてくれるからなんですよ。血液中の H プラスとくっついてくれることによって、血液中の H プラスの濃度は低くなるわけですよ。H プラスを消費してくれるから。
H プラスを消費して、まあ、二酸化炭素を生み出すわけなんですけれども、結局 H プラスの濃度が下がれば下がるほど血液の pH というのは、まあ、元の状態に戻ろうとします。酸性から元の中性の状態に戻ろうとしますので、この役割を担っているのが HCO3- 重炭酸イオンということですね。で、一方でですね、じゃあ H2CO3 二酸化炭素が逆にこの H プラス3を生み出す時っていうのはどういう状態の時にこの右側の矢印の状態が起きるかと言いますと、これはまさしく今度は H プラスではなくて逆のアルカリ、 OH が血液に侵入してきた時に、今度はアルカリに、血液の pH がアルカリに寄ってしまうことになりますので、いやいやアルカリも良くないよと、中性にしたいんだよということで、中性にするためには OH マイナスを消費しないといけないので、その時に H プラスというのがですね、この OH とくっついてくれます。侵入してきた OH が H プラスとくっついて、くっつくことによって H が2個と O が1個ということで、H2O という水になります。まあ、水になることによってですね、OH マイナスを消費してくれますので、増えてしまった OH がいなくなれば、また元の pH、中性の状態に戻すことができますということでですね、どうにか戻そうとするときには、何かのイオンがH プラスないしは OH のイオンとくっついてですね、元の中性の状態に戻そうとするということが干渉作用の中では起きているということ、これを頭の中に入れておいてもらいたいと思います。どんな人がなるといいと思いますかね。求人ではわからないようなこと知りたいなっていう子たち、就職で失敗したくないって思う子たちに進めたいなって思います。で、ちょっと関連問題に行きます。はい、こちらは第27回の午前の6番の問題です。関連問題ですね。一度動画止めて自分の答え考えてみてください。練習と思ってやってみてくださいね。はい、そうすると今回は炭酸重炭酸塩干渉系の化学反応式を示しています。まあ、CO2 プラス H2O、はい、CO2 二酸化炭素と水でなんか反応ですね、反応が起きたら H2CO3 炭酸ですよね。で、またここで矢印が右か左かなんですけど、右か左かってことで H プラスという酸と HCO3- という重炭酸イオン、まあ、この流れ今ずっと見てきたものですね。1の反応を触媒するイコール、それは1の反応を起こす、1の反応と関係しているのは何か、まあ、どれかということを聞いています。で、おそらく選択肢を見て、いや全然意味わかんないよと思うかもしれません。ただここに炭酸がありますよね。 H2CO3 と関係してます。1っていうのは要は CO2 二酸化炭素と水がくっついて炭酸というのになるのか、ないしは炭酸が分解して CO2 と H2O を作ってるのか、まあ、どっちかの動きを出してるわけですね。右矢印か左矢印かっていうどっちの動きかっていうのは今回からわからないんですけど、どちらかの動きに関係しているのはこの選択肢の中でどれかと聞かれますと、はい、もう炭酸ってあるので、あ、もう B じゃないっていう感じで選べますかね。炭酸脱水酵素です。炭酸から脱水する酵素、炭酸から脱水すると、炭酸から水を抜く酵素、良さそうですよね。なぜなら見てみてください。炭酸から水を抜く、ここに水ありますよね、 H2O って、まあ、炭酸が左側に行けばそれはすなわち脱水ということになります。ぜひ皆さんですね、化学式を見た時に何か大元が変化してそこから H2O ができてたとしたら、それはすなわち大元から水が抜かれた、こういうのを脱水と言います。これも押さえておけると化学式見た時になんとなく意味がわかるようになるかと思いますので、 H2CO3 というのがあって、それが左の矢印で左に移動します。移動した先に H2O がある、水があるということは H2CO3 から水を抜いた、つまりこれは炭酸から脱水したんだよということになります。ですから今回の答えの炭酸脱水酵素、良さそうですよね。炭酸から脱水する酵素ですよということで、もう正解は B ということになります。ちなみに勝手に出ちゃってるんですけど、 HCO3- というのはこれ重炭酸イオンのことです。で、その他の選択肢は A とか D とかとりあえず飛ばしてもらっていいかなと思います。今回のこの化学式の意味をまず理解してもらいたいということで練習問題出しました。で、プラスアルファとしては、まあ、琥珀酸っていう言葉であれば比較的覚えやすいかなというところと、今後勉強していくことになる可能性がある範囲になります。この琥珀酸というのはですね、まあ、主にミトコンドリア内に多く含まれているものでして、まあ、クエン酸回路において重要な役割を果たしています。難しかったら難しいんですけれども、で、ここでですね、クエン酸回路って何っていうところは広げて勉強するのであれば広げておいてもいいかなと思います。ただまだ今回そこまで広げなくてもいいような気もしますけれども、まあ、クエン酸回路って何っていうのは後々説明できるようになってほしいので、クエン酸回路が出たからにはですね、ぜひこちら、過去の動画で話してます。
まあ、ミトコンドリアの中で行われる代謝にはクエン酸回路と電子伝達系がありますけれども、これをものすごく簡単に説明していますので、ぜひ一度こちらの動画も見てもらえるといいかなと。余裕がある人ですね、こちらも見るようにしてみてください。ということでですね、今回なかなかヘビーだったかもしれないんですけど、どうですかね、なんとなく脱水反応とか化学式の動きみたいなのが嫌い意識が抜けてもらえると嬉しいなと思いますので、諦めずに、まあ、難しかったらですね、何回も動画見てもらうと少しずつ分かってくるかなと思いますので、諦めずに頑張ってほしいと思います。 A2E では就職活動のサポートも行ってますので、まずはお気軽に Zoom で面談しましょう。それでは今日はこの辺で、またお会いしましょう。その委員のリアルを教えてもらいたいっていうことを期待しているようで、どうですか、これできそうですかね。あかね先生にも一度委員に行っていただいて、いろいろ話を聞いていただいてから、私にその紹介をしてくださった時に、人間関係のこともいろいろ、この人がああだったよとかいろいろ教えていただいたのと、 A2E が就職活動をサポート、 A2E チルドレンになろう。